はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤッスーでございます。白血病と闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいな血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、自宅での食事をするときにですね、まあ、退院してからですけども、一時退院でもそうですけどもね、まあ、自炊ができない時とかでですね、骨髄移植をした人間としてはですね、食事制限があるので、そんな患者さんにとってはですね、まあ、食品工場でしっかりと殺菌消毒密封された状態でね、出荷された食べ物で火が通った食品がね、望ましいとされています。言うてしまえば、コンビニで売ってるお弁当、おにぎり、惣菜パンですね。まあ、あとはスーパーの冷凍食品ですね。コンビニ弁当、おにぎり、惣菜パンはですね、中に入ってる生ものは避けて食べます。まあ、そんな殺菌消毒されて、密封されている食品でもね、食べ過ぎると、肌に障害と言いますかですね、食べてからしばらくするとね、この腕や肩の表面がね、めっちゃ痒くなってきました。ここほんま2日前ぐらいからね、起こってしまったことなんですけども、特にこの、見えるかな、このね、これは抗がん剤の点滴の跡なんですけども、こういうとことか、あとこの表面ですね、いろいろここら辺にもいっぱいね、抗がん剤とか点滴とか入れた跡とかあるんですけど、そういう傷口っていうのがね、ポリポリポリってこう痒くなってきたんですよね。特にさっきも言ったここなんか、一番最初にやった抗がん剤の、血管がね、黒くなってるんですけども、これはもうね、固まってしまって治らないらしいんです。で、なんかただれてテカテカになってるようなところがあるんですけどもね、それがなんかもう一生痒いんちゃうかなと思うぐらいガーって痒くなってしまいましたね。まあその2日前ぐらいに食べたのは、そのコンビニのお好み焼きとですね、焼きそばと、あとスーパーの冷凍食品のですね、焼肉入りおにぎりをチンして食べるやつなんですけど、それをまあ食べて1時間後ぐらい経った時にね、痒みに襲わりました。すごい痒みでしたね。まあ我慢できないほどではないんですけども、まあかきむしりたくなる程度ですね。まあ、原因は油の種類とかね、添加物でしょうね、きっとね。家で作ったお好み焼きとか焼きそばっていうのは、焼肉でもそうなんですけど、そんなことはね、なかったんですよ。まあ、普通に食べて、あ、美味しかったーって言って、1時間経っても別のところも早くないしってなるんですけども、まあ、買ってきたものっていうのは、すごい美味しいんですよね。だからついつい食べてしまうんですよ。食事制限がまだまだあるので、生物は避けてますけども、火が通ってるからといってね、美味しいからといって、やっぱ食べ過ぎはいけませんね。まあ、体の表面といいますか、この外側にね、症状が出てきて、ちょっと助かりました、本当に。もしこれが胃とか腸とかのね、内臓にこの症状が出てきたらね、まあ、下痢嘔吐になりますので、まあ、そこからね、まあ、GVHD という骨髄移植においてのね、障害につながりやすくなりますので、まあ、注意していきます。病気をされた方もね、入院されてる方もぜひ参考にしてください。そして食べ過ぎないように心がけましょう。そしてね、一番大事なことなんですけども、何か食べたらこうなったっていうのを、皆さんの体のね、情報として看護師さんと先生にね、しっかり報告してください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。